朝5時前です。さしまちゃん、おはよう。はい、もう相当早くから今日は撮影してるんですけれども、北九州市小倉にあるコロナの湯に来ました。イエーイ。早朝のテンションでございますけれども、はい、コロナの湯でですね、なんと1月20日に熱波師のデビュー戦を行うことになりまして、はい、今日はですね、そのシミュレーションも兼ねて撮影に参りました。で、ここはあのコロナワールドって言って、一帯がですね、こう商業施設みたいになっていて、ボーリングとかね、あとこの上には映画館もあるんですよ。だからもう一日中楽しめる施設で、こっちがゲームセンターで、こちらが天然温泉コロナの湯。あ、ありました。ありがたい、こんな風にポスターを作ってくれてる。お邪魔します。あ、すごい、またここにもポスターが、あー、いっぱい、すごい、ありがとうございます。おはようございま す。朝早くからありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。こちらですね、はい、新しくできたね、顕微鏡炉っていうあのサウナもあるんですけど、そこではこういう館内を着るシステムになってますね。グッズもいっぱいあります。本当にサウナにかなり力を入れてる施設だから、もう支配人のね、あの藤井さんが大好きで、サウナがで、もうイベントにもね、私 の MHS にも来てくださったりとか、本当にお世話になっているんですけれども、あ、さっきスタッフさんが着てたやつだね。かわいい、かわいい。天然温泉の大浴場と顕微鏡炉の方になります。で、ここはあのマッサージ受けられるとこで、ここも本当にもう足つぼとかみんな気持ちよくいつも受けてらっしゃるから、そう、いつか受けたいと思うんだけど、まだ私も受けたことない。はい、この辺でマッサージをしてもらえたり、あとはここでこうアイスクリーム食べたりとかね、みんな休憩スポットです。で、あの男湯と女湯は作りが全く一緒で、あの反対になってるだけってことなんで、私、まあ、女湯をね、今日はご紹介したいなと思います。よいしょ。はい、まずは脱衣所、こんな感じでございます。もう本当に脱衣所も広くてね、これもあのどこでもロッカーを使っていいシステムです。ありがたい、ありがたい。ではお着替えしていきます。さあ、お着替え完了しまして、浴室の方に向かいますけれども、ベビーベッドもあります。はい、家族連れも本当に多いからね。で、こちらが浴室でございます。ダダン、広い。おはようございます。はい、コロナの今の浴室もう本当に広くて、お風呂のね、数のお風呂の種類ももうスーパー銭湯に欲しいお風呂は全部あるってぐらい種類が豊富です。うん、よし、はい、お清め終わり。で、冬のね、下茹ではやっぱり露天風呂に限ります。私やっぱすぐ露天に直行しちゃう。で、こういうね、すごいでしょこれ。何これっていう思う人もいると思うんですけど、後ほど紹介します。よっしゃ、あ、気持ちいい。あー、最高。露天風呂もね、めちゃくちゃ広くて泳ぎたくなるぐらい広いです。あー、気持ちいい。で、このなんで冬の露天がいいかっていうと、頭と顔はめっちゃ冷えるから、で、後でサウナで頭と顔がね、熱くなるから、まずここで一旦冷やしておくっていう。で、首から下はしっかり温めておくっていうのが大事です。だから冬の露天はいいんですよ。こういうの眺めておくだけでもさ、幸せだよね。
遠赤外線高温サウナで、しかもね、あのダブルロウリュって言って、このオートロウリュは5分から8分ごとってめっちゃね、ハイペースなんですよ。だいたい30分に1回とかが多いんですけど、5分から8分なんで、いつ入ってもロウリュと出会えるっていう。では帰ります。あ、よし、あ、ちょっとアロマのいい香りがしてる、うん、はい、こちらがサウナ室です。広い、この L 字型の3段のサウナ室で、これはあの男性と全く同じ広さってことです。で、サウナストーブもね、大きいですよ。はい、はい、2台ございます。で、この上からね、5分から8分ごとに、オートロールが流れるということで、私がいつも座るところはこのちょうど L 字の部分の真ん中の、なんかちょっと特等席な感じがするので、いつもここに私は座っております。このカヌがすごい好きでね、はい、で、女性だとね、これが埋まることはそうそうなくて、そんなこうパツパツじゃないからできることなんですけど、こうやって足を伸ばして、で、も壁にもたれかかって、で、大体こうしてこうやってる、いつもそう、本当にここ、これだけスペースがあると、あの、全然ね、これこういう体勢になってもそんなにあの迷惑はかからないので、はい、これだけ広いからこそできる体勢だっていう。で、これ濡らしたタオルだから、こうやってもうこれだけで保湿してくれるんですよ。そう、だから息もしやすいし、肌も乾燥しない。でもこっち見えてるんですか？見えてないで、結構いろんな人を観察してると、ま、あの、暑すぎるのが苦手な人とかは、もう一番下でこうやってる人もいた、うん、こうやって、あの、こうやって、でもこれありだよね。確かにじっくり入りますよね。そう、あとこうしてる人もいた。あ、そうそう、背面でこのストーブの熱を受けるっていう。でもこれも気持ちいいかも。昨日4時間熱波の特訓を受けて結構体がバキバキで、そう。で、後で、あの、男性サウナ室の方に移動して、ちょっとね、シミュレーションをしようかなと思います、本番に向けて。やっぱあの前回のテントサウナのイベントと違って、これだけスペースがあるから、かなりどうやったらお客さんが楽しんでいただけるかなっていうのを考えながら、ちょっと練習を始めたところですけども、どうなることやら心配。果たしてイベントは大成功となっているのか、最後までご覧ください。大丈夫かな。あ、来た来た来た、これだ。はい、この一瞬でございます。この一瞬を逃さないように。てるよ、熱い。この照明が暗くなったら合図です。おー、はい、これはでも本当に頻繁になるから、この一瞬を逃さずに、はい、熱い、出ます、熱い、よいしょ、あー、あー、気持ちいい、よし。ではこちらの水風呂に、この火球もね、あったかいですよ。よいしょ、冷たい、冷たい、いい、気持ちいい、あ、最高、うー、あの、竹炭をね、使ってるらしいから、あの、かなり水も綺麗でね、本当に肌にヒリヒリしない、冷たいんだけど肌に優しい水風呂です。ウィー、ちゃんと水風呂用の桶があるってことは、これはもう私のとってはもう超嬉しいですね。ありがたい、もうぶっかけ専門の桶です。では参ります。お、あ、
やばやばい、外気浴露天スペース、はい、にはですね、この本当にお風呂を囲むようにこんな感じで椅子がね、いっぱいあるんです。整い椅子が向こうにも。でも私はコロナの絵ではこの椅子には座りません。で、どこに行くかというと、じゃじゃーん、この整い寝転び湯で整います。もうこれが好きでね、もう私はここに直行するんだけど、これあのお湯がこっから流れてるんですよ。で、これが枕になってて、ここで背中があったかい状態で整うっていうのがマジで最高なの。さっき言ってた、なんじゃこりゃっていうお風呂、これさ、見たことあります？この大掛かりな、なんかこのお風呂。じゃあこれ押しちゃうよ。来た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 、帰ろう帰ろう。これね、もう本当に流されるわけ。でもちろん手すりもあるし、そんな吹っ飛ぶことはないんだけど、結構勢いすごくてさ、いいね、すごい分解中。ここまでの水流はなかなか普通のお風呂ではないから、この水流でかなり、あ、やばい、思考が見えちゃった。本当に正月太りはもう軽くなお腹にね、きくんですよ。マジ今、わがままボディなんで、私も今日自分は前かしてからちょっとでもここで、うん、よし、はい、ちょっとこれは絶対にね、紹介したかった。本当他にないから、全国探したら結構あるもんなのかな。では、この後ちょっと男性の浴室の方に行って熱波のシミュレーションをしようかなと思います。本番はこれ30人ぐらいのお客さんがいる想定で、この練習の成果をまずシミュレーションを発揮できたらなと思いますので、ではやっていきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では館内着に着替えましたので、今からですね、こちら顕微鏡炉の、スペースに行きます。ここはね、ベッドの料金を払ったら入れるエリアなんですけれども、ここでもイベントをすることになっております。よいしょ、はい、まずですね、入るとここには休憩スペースがね、あるんですね。いっぱいこうヨギ棒みたいな、こうリラックスできるクッションがたくさん置いてあって、で、奥には、漫画のスペースがあります。もう漫画も読み放題です。で、なんとね、この私びっくりした、さっきフリードリンクコーナーがこれあって、ここで飲み放題なんですって。すごい広い、すごすぎませんかこれ。韓国のね、チムチルバンみたいな感じで、こういうちょっとなんていうのかな、わらじゃないけど、なんかこういう畳が敷いてあって、で、ここは本当に男女で、入れるスペースなので、ゆっくりとね、カップルだったりご夫婦ご家族でじわじわ汗をかくスペースです。で、このね、ドーム型の岩塩サウナ、これもちょっとなんだろう、韓国っぽいよね、こういうドームっぽいのも。じゃじゃーん、すごい岩塩がね、
き詰められていて、中はこんな感じでドームになっております。で、壁も全部岩塩なの。だからね、すごくじんわりとあったかいです。で、私が熱波のイベントを行う場所がここです。はい、ここは去年ね、新しくできた、リニューアルしたスペースなんですけど、開けてみますね。じゃじゃん、すごい広いサウナ室になっております。で、もともとここ岩盤浴だったらしいんですけど、そのもう岩盤浴を全部取り払って、で、椅子を作ってこういうサウナ室スタイルにしたそうです。今からここでもちょっとシミュレーションをして、熱波のイベントに備えたいと思います。頑張ろう。さあ、いよいよイベント当日がやってきました。この日がやってきました。ちょっとね、かなり緊張しているんですけれども、まあこの前ですね、コロナの湯の皆さんに4時間も猛特訓付き合っていただいて、でそこからお家だったり会社で、まあ、個人練習を積み重ねてきたので、今日はその集大成ができればなと思っております。一番の課題は最後のピザからの投げ技がしっかり決まること。ピシッと決まって、皆さんに最後には気持ちいい熱波を送りたいなと思ってます。試合にも僕もちょっと休憩しようって言ってもひたすらタオル振ってるっていう時があったので、本当に練習熱心だなと思ってます。その暑い中での練習ってできてないんで、やっぱり最後までこう動くところと、まあ、最後の投げ技が決まれば本当にいいなと。最後まで気持ちいい熱波を皆さんにお送りできるように頑張りたいと思います。お願いします。はい、では、いきます。始まったらすごい楽しくて、何より皆さんの歓声がすごすぎて、コンサートかなってくらいも歓声がすごくて、拍手もたくさんいただいて、そのおかげで、最後までなんとか乗り切ることができました。第2部第3部も引き続き頑張っていきます。私受けるのが熱波師、熱波受けること自体が初めてなんですけど、すごい汗もかいて心地よかったです。
本当一生懸命に笑顔で上がるってもう最高でした。あーたまらん。お客様に気持ちいい風を送りたいっていう、もうその気持ちに溢れてて、もう本当に感動しました。見るたびに体の使い方が上手になってて、RBさん熱波師有望ですよ。まさきアナ頑張ってください。あーお疲れ様でした。お疲れ様でした。60点ぐらい。そう、まあ、でも落とさなかったのはいいんですけど、もう少し綺麗な弧を描いて、もうちょっと綺麗にしたかったなっていう悔いはあるんですけど、まあ、それは次につなげて、また次はもっとちょっとレベルアップした技とか、皆さんにもっと気持ちいい風を送れるようにまた練習していきたいと思います。たくさんイベント、していきたいと思うので、今後もよろしくお願いします。ではさよなら、バイバイ。Oh! Yeah.